はい、こんにちは、トールと申します。この動画は煙草の感想を言いますが、先のネタバレをせずに、初見の感想を、個人的なもののみ、述べるというものになりますので、ネタバレなどのね、心配をせずに、初見の方にも、見てもらえるように作っていますので、よろしくお願いします。はい、一応注意事項ですね。まあもうね、10話なんでね、いちいちいいのかもしれないんですけどね。一応ですね、今回だったら10話までの視聴時点の感想とね、考察を共有します。前日談などはね、まだ見てない状態での感想です。動画内と概要欄ではネタバレなしの方向ですけど、コメントなどは自由なので、そんな感じで言ってください。で、あくまでも、僕自身の感想考察なので、ミスリードとかね、ネタバレになることはあると思うんですけど、それはね、結果的なもので意図的なものではありませんと。で、2週目以降の方もね、ぜひ初見のね、ワクワクを思い出してみてね、楽しんでいただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、今回はね、力を書いてみましたね。はい、では行ってみます。まずですね、9話までですね、今回のね、ストーリーはですね、結構ね、やっぱりね、すごい内容でしたね。大きく情報がバーって出てくるっていうわけじゃなくて、まあキャラクターのね、心情にね、寄り添ってね、見れる内容でしたね。前回とね、今回とね、本当にそういうね、風にね、工夫されていて、良かったなというふうに、思っていますね。あ、すいません、これ9話ってなってますけど、10話ですね。はい、で、今回ですね、命をね、削るね、戦闘があったわけですね。かなり消耗していますね。これ8話でもあったんですけどね、ギリギリの戦い、後でね、言うんですけどね、それよりもはるかに、厳しい戦いで消耗してますね。でですね、おっと、で、島のですね、最果てにね、到着して赤い木を発見します。で、ここでリツとリナと白が脱落という形を取ります。白に関しては後からね、また来る可能性はあるんですけどね。はい、で、記憶の刃から真相へたどり着くっていう流れになりますね。これ、この流れ以外の流れもね、作れたんじゃないかなっていうようなね、意見もあるかなと思うんですけど、僕的にはこれすごく自然な流れだなと、思いましたね。記憶の刃のね、から真相にたどり着くのがもっとね、早い段階にできたんじゃないかっていう、気持ちの人もいるかもしれないんですけど、僕的にはね、ここしかなかったんだろうなと思っています。で、まあ3人というか、まあね、リナたちとリツネとね、シロがですね、めちゃくちゃもう切なくて悲しいんだけど、めちゃくちゃ美しい退場の仕方をしたなという、なんかこんな綺麗になんか退場するんだなっていう風なことですね。で、まだちょっと希望もね、見せてくれてるっていう形なのでね、こういう風にね、まあ、いなくなるというかね、まあ、リタイアするとはね、思わなかったんで、ね、ちょっとね、驚いてるんですけど、まあ、これの印象が一番強かったですね。皆さんね、どうだったでしょうね。はい、で、次回ですね、ついにね、真相がね、明かされるっていう、ところになります。まあ最後にね、記憶の刃の中の映像がですね、ちょっとね、なんか横長なのがね、気になるんですけど、誰の視点なんでしょうね、これはね。で、これが映し出されました。で、まあ、これがね、何なのかっていうのはね、ちょっとね、まだわからないこといっぱいあるんですけど、これパッと見た感じね、なんか煙草以外のね、植物もね、映ってたりね、で、なんかまだね、現代の街並みに近いような街並みが映っていたりするので、まだまだわからないんですけどね、次回ね、いろんなことがね、わかるんじゃないかなということで、次回までにやっとかなあかんことは、今回やっとこうというふうに、思いました。はい、で、やっぱりリンとですね、リツの最後のね、会話がね、印象的でしたね。お姉さんをやってくれてありがとうっていうところですよね。で、リツは、まあ、リンのね、柔らかい表情が見れたよっていうことをね、言ってくれたんですけど、で、結局こう演出としてはね、リンの柔らかい表情をその視聴者にはまだ見せていないっていう、この辺りはね、本当に憎いなというふうに、思ったんですけどね、いつか見れるのかなっていうふうに、思っています。はい、あとですね、まあなんか
姉妹の順番がこうね、早く目が覚めたっていうねだけやったってことがね分かったんでね、本当はそうか、リツがあの妹やったかもしれないのかって思うといろいろ感慨深いことがありますね。で、同じようになんかあのリナたちもそうやったんかなって思ったりはしましたね。なんかリナムがまだ寝てるから、でリナッチってすぐにあの前に出て真っ先に動き出すタイプやから、は一番最初に目が覚めたリナ族なんちゃうかなって。リナたちもだから おそらく6人に同時分裂したんちゃうかなってね、関係なくねちょっとね思ったりしたんですけどね、そんなわけでですね、なかなかね印象的にね、残った、話でしたね。まあ何にせよこの、ね、退場のね姿ですよね。やっぱちょっとねあのもうこんな表情になりましたね。なんかもうね見ててねリナたちがもう本体の歯がね消耗していってる様子を見た時にですね、ちょっとやっぱギョッとしましたね。これがね大きかったですね。はい。でまあ考察というまあここ好きというかまあ考察というかね、やっぱ印象的なシーンからね、行っていきたいと思います。はい。ですねまずですね、ものすごい戦いをしてるんですけど、今回はですね本体を明らかに使ってるんですよね。あの8話の時もリナのモモちゃん取られそうになってギリギリの戦いやったんですけど、それはたまたまこうシチュエーション的に危ないシチュエーションになってたところを映されただけなんですけど、今回はもうこう常にフルの状態で本体を使って戦ってるんですよね。だからもうリツも本体使ってめちゃくちゃ強かったっていうのがここで回収されましたよねなんかこの数の赤虫を一瞬でみたいな、下手したらリンよりもね機動力高いかもしれないみたいな、そんな感じですね。で、まあリナに関してもですね、本体を使ってリナ玉を操作してですね、赤虫を倒しているので、この赤虫もしかしたら何かあの触れるとやばい赤虫やった可能性もあるなっていうことで、もう消耗のね度合いがね今までと全然格が違うんですよね。で本当にね、ギリギリの戦いをしていたっていうのはもう命を削りながら戦ってたっていうこととですね、ここで分かるのがですねリナの存在が相当希薄になってるんですよ。カメラをですねカメラっていうかなそのコマが変わるんで分かりにくいんですけど、リナ玉がですね赤虫をね捉えてですね爆発した時にねボーンってなるんですよ。でその後ですねもう赤虫がですねよほどの衝撃でね粉々になって消えてしまうんですけど、ここでですね、若葉がですねリツネを守ってるんで、多分これがその誰かを守るんじゃなくて完全に攻撃に、回った時のリツネの力なんですけど、これで気になるのが、ちょっと別のシーン挟んだ後にここにリナが出てくるんですよね。おそらくだから、他のとこにいて、まあ、同一体になってたリナがいて、それが元に戻ったのかわからないんですけど、これはおそらくリナが1人に、一旦戻ったりね2人になったりっていうことで、かなり存在がね希薄になってる感じで、電車に乗る時もですね3人しか見えてなかったりするんですよね。で、だからこそですね、この後のシーンでねちょっと違和感を持った人いるんじゃないでしょうかね。リンさんがですね周りを見回した後にね、リナ全員いるかって聞いたんですよね。だからその時では判別できなかったわけですよ、見たのに。で、リナたちが一応ね、再び分裂して天候を取ったっていう描写であって、リナのですね、まあ、本体の力というか存在の力がかなり、微弱になっていることがね実はわかるんですよね。リツネもねすごいね心配そうな顔をしてるんですよね。そんなわけでですね、で十字間に入ってからすごく、命を削る戦いが続いていたということでですね、限界を迎えてしまうわけですね。で、あとですね気になったのがですね移動中のシーンなんですけど、ここですね。はい。もうねこれがももちゃんなのかわからないんですけど、結構珍しいんですよね。なんかここ2人が向いててリナッチかリナヨが必ず先頭にいてたんですけど、それがいなくてですね、ここで、リツとね話してる状態でね、なんとなくここでお互いも限界やねっていうことをですねこう分かり合ってたんじゃないかなとね僕はね、思うんですけどね、皆さんどうでしょうかね。はい。でね水のシーンもねちょっとね本当にねこれ見たらね切ないですね。最後の水をみんなに分けて持ってきてくれるんですよね。はい。で
ちゃんとリンさんの分はね、一番多い水をね使うからってことでね、大量の水をくれてるわけですよね。はい、ね、これねニコニコね渡してるのはね、多分ね僕はこれリナ用じゃないかなと思うんですけど、はい、で、まあ、こうやってねシロともねやり取りをする感じがいいですね。でここのね感じすごくよくてね、最後のね、あ、まあ、作戦会議みたいなとこなんでね、シロもね若葉もねちゃんと戦力として数えられてですね、会議に加わってる感じがね、すごくねいいなっていう風にね思いましたね。白はね赤切りに入らないようにねっていう風にね、そんな感じのね、様子がちょっと和んだりやとかね、なんかリナが再びちょっとねお姉さんブルーとかね、もうねこれのシーンもう見れないかもしれないと思うとねちょっとねジバッとくるんですけど、で最後ね緑の葉にね託すっていうね、いやーこれがねちょっとね、なんかちょっと悲しいのもあるんだけど、めちゃくちゃね強くてね美しいね妹と姉やったなっていう風に、僕は思いましたね。なんか最後のシーンもねちょっとねいろいろね感じるものがね大きかったですね。リナもねちらっとね見てたりするわけですよね。最後別れていくっていうね、いやこのシーンはねちょっとねなんか見返すとねいろいろねちょっとね込み上げてくるものがあるんでね、で白もね白でねリナたちを守るよっていうことでですね、で最後ねやっぱこのねリンとの最後のやり取りでねこれね顔文字でね答えてくれるっていうのね、頑張るっていうやつねめちゃくちゃ可愛いですし、なんやかんやでそのリンと対立していた白が最後ここでリンとね通じ合うっていうのをね入れる必要全然ないのに、ここでねしっかり書いてくれるのあたりがね本当になんかね我々の欲しいものをね、分かってるなっていうような感じが、してきますね。で、もうここでね脱落ではあるんやけどちゃんとね役割があるんですよね。迫ってる赤虫たちを、防ぐという役割があるという、なんかねそうかこういう風な退場の仕方もあったんやなっていうことでちょっとね目からね鱗が落ちたんですけどね、皆さんちょっとどうだったでしょうか。まだね僕的にはねちょっと、ね、見返すとねちょっと辛い気持ちに、なってしまうんですけど、形としてはねすごい綺麗なね形をつけてくれたなと思ってねちょっとの感謝をしたいなっていう風に、思っていますね。はい、でまあ一応ですね考察していかないとダメですね。はい、もうねクライマックスも近いんでね、ちょっとね、やれることはやっておかないといけないかなと思ってます。はい。島の最果てに着いたっていう表現がありました。これが島の最果てやとしたら、この先には何があるんやろって気になりますよね。特に僕気になるのは、赤い木の先には何があるんでしょうね。なんか、霧がこのね、最後のね、記憶の話にも霧で包まれてるんですけど、なんか、霧の向こうに、例えば太陽の光とかがあったら、なんか、その普通植物って水だけで働いてるんじゃなくて、太陽の光を、ね、浴びることで力を発揮するんで、なんか太陽が見えたら何かあるかもしれないってね僕はちょっとね期待したりするんですけど、なんかいろいろわからないことをね、次回をね、待ちたいなと思ってますね。で、まあ世界とね煙草の関係もね気になりますね。はい、まあ、今回はですね、まあ、赤い、ね、木が見えてですねその周りのもうね町はボロボロになってるっていう状態ではあったんですけど、で赤い木もまあ上の方に伸びてるけどなんか際限なく上に伸びてるわけではなさそうですね。はい、そんなわけでですね、まあ、今回も町がね描かれましたね。これは新って書いてるんですけど新宿ですかね、まあ、ちょっとねわからないんでね詳しい方はね教えてくれるといい助かるんですけど、こんな感じでですね、もう消耗したままね、街にね歩いてる様子ですね。で今回前回のですね富士山みたいなね山のところのね、まあ、おそらくあれは富士山じゃなかったんだと思うんですけど、山のところにあったような感じなんですけど、これよく見たらなんていうかビルを青い柱が支えてるんじゃなくてなんかビルの骨組みが煙草の青い柱やったんかなっていうな、なんかこう葉脈みたいな感じに見えるんですよね。なのでもしかしたら本当にこれもね全部煙草やったんかなと思うんですけど、リナジさんがですね
何でもかんでもね煙草と思ったら大間違いだなって言ってたからね。いやさすがリナジは賢いなって言ってね、このニコって笑うとこがね、いや最後のこうリナジのね可愛いところ見れたなって、いうふうに思ったんですけどね。はい、まあそんなわけなんでね、まだちょっとわからないところはあったんですけど、うん、なんか前回までのね推理もね若干ね自分の推理もね考察もね怪しくなってきたなっていうことで、またちょっと考え直さないといけないかもしれないと思いましたね。うん、なんかねこれやっぱりねなんかこうビルを持ち上げてるわけではなさそうな感じですよねこの構造は。うん、はい、でまあ荒廃したね、ビルであることはわかるんですけど、他にもねわからないものがねいっぱいに出てきましたね。で今回出てきたのがですね、まあ、次回全部つながるんちゃうかなと思うんですけど、まあ今回出てきたのがこのね最後の建物ですね。おそらくは煙草の力で浮いている、青い煙草に近いと思ったんですけど、まあなんか、僕の、ブラウザーでは、青緑っぽく見えるんですけど、これの力で浮いてる建物みたいなのがねここに重機がね、ついてるんですけど、これってエンディングのこれですよね。この部分が同じなので、なのでおそらく物語は、ここから始まったんじゃないかなと思うんですけどね、この辺りがねどうつながってくるのかっていうのが、気になるところではあります。はい、でもう今回もね、この周りがですね、緑でも赤でもない煙草って言ってたんで、うん、新しい色がねここでまた出てきてですね、うん、新しい葉っぱがここでできたっていうのをねちょっとねびっくりしてね、ちょっと考察がねある意味ね追いつかないはあるんですけど、この木についても謎ですしね、まあ少なくともでもねここが始まりの地であるなら、ここら辺に関しては次回全部つなげてくれるんじゃないかなと、制作者のね方々をね信じているのがね、信じて待てばいいんじゃないかなというふうに、思いますね。はい、でですね、ついに記憶の歯がねめくられてねわかるんですよね。でこれねリンさんがね、赤くなってしまってるんですけど、これなんかねパッと見ね悠長なことしてるなっていう風に見えるんですけど、これって多分ここしかもうタイミングなかったんですよね。おそらくずっと本体使いながら戦わなきゃいけないほど連戦が続いてて、あんまり寝なかった若尾もですねこの一旦休憩のね手前での休憩の時に爆睡してるんですよね。うん、そんなわけでですね、おそらく十字間に入ってから凛に落ち着いた話を持ちかけられるタイミングっていうのが、ここしかなかったんじゃないかなってことで、それはですね、まあそこに、至るまでのね段階でですね、リツとね、リナが相当消耗していたってね、戦いであることの裏付けにもなるわけですね。もう常に戦い続けていたっていうことになるので、そんなわけでですね、ここでですね、まあ全てね、ちょっとねなんかね見た感じはねそんなんかな悠長に見えるんですけど、これは本当にね、ギリギリの状態で最後で、しかもあとですねこれね本人たちはねお互いねめちゃくちゃ真剣なんですよね。この辺りはねなんかね見てる映像とね、ね実際のね内容のね深さに関してねギャップがあるのはなかなかやっぱり面白いなと思うんですけど、で今回ね見られたのがこの映像ですよね。はい、これはおそらく最初の人という、人なんだと思いますね。これにね日記に書いてますからね、で虫と仲良くしていたからおそらく、管理色検出と関係する若葉との関連もありそうですねこの服ね。これ一応ね、僕2話か3話ぐらいに、若葉も姉妹のこう生まれ変わりで実は女の子なんじゃないみたいなね、そんなことをね言っていたんですけど、それはね一旦閉じ込めたんですけど、一応ね何があってもいいようにね一応その仮説もねちょっとだけね戻しとこうかなと思いますね。どちらかというとねなんかこう若葉にですね、服装とかは似ているので、なんか顔はすごい凛さんなんですけどね、まあ、最初の人なんじゃないかなと思うんですけど、これはね次回を待ちたいと思いますね。はい、さあねこの辺りをねどう回収してくるかですよね。はい、でですね、凛たちのねやっぱ冒険なんですよね。ここまで来てもあとはほぼね、謎が解けてクライマックスでね終わるんじゃないかなと思うんですけど、ここまでですねなんか仲間割れ的なものもねなくですね、
で、なんか悪意を持った同類がね、立ちはだかるわけでもなくですね、で、ただ島をね、進んでいくだけの話だったんですよね、今回ね。それやのにね、ここまでね、いろいろ感情がね、大きくね、動かされるようになるとはね、全然思わなかったですね。いや、本当にね、ここまでの時点でも相当見事やったなと、個人的には、思いましたね。なんかね、その、もう普通にね、島を進んでいく話なんですよ。でもいろいろあったしですね、で姉妹も ね個人の、ね、姉妹たちも出てきたんですけど、別に、それがね敵対するわけでもなくですね、ちょっと力を添えてくれる程度のね、味付けとですね、まあ過去のですね、つながりを感じるためのものでしかなかったので、それでもねやっぱりね相当いろいろね、感情がね動かされたのがね素晴らしいなと思いましたね。なんか変にこうね仲間内で揉め事があったりねしてね、それで物事がうまくいかなかったりっていうのはねあると思うんですけど、なんかそれが余計なこととは全然思わないんですけど、それを全然なくですね、ただこうその人物たちとの、まあ、真剣な思いだけ追っていくだけでね、ここまでドラマを見せてもらえたっていうのはね、本当にですね、まあ、その分あのキャラに対してね、書いてもらえる、書くべきところをね書いてもらえたっていうことでですね、いや本当にねここまでね良かったな、見てて良かったなっていう風に、思いましたね。でもちろんのすれ違いはなかったのかっていうとね、結構すれ違いはあってですねまあ若葉とね凛の間でですね相当すれ違いはあったんですけどね、逆にですね視聴者とですねキャラクターの間にもねいろんなすれ違いがあってね、面白かったですよね。まあ視聴者的にはもう絶望の世界なんですけどね、キャラクター的にはね絶望 の世界なんて全然思ってないところとか、そういったところがね本当に、ね、面白かったなと、思いました。はい、まあちょっとねなんかね次回いろんなねことが解決しちゃうんでね、一応そこまでのまとめをねしといた方がいいかなと思ってね、勝手にね言ってるんですけどね、まだまだねまだあと2話あるんでね、あの追っていかなきゃいけないんですけど、で一応ですね、クライマックス前にね考察をねし終えてしまった方がいいかなと思うことをね一応ね自分なりには整頓しておこうと思います。もちろんですねこれ書いてることはですねもうとっくに他の人がねとっくの昔にねやってること部分もあると思うんですね、でも一応自分なりにはやっておこうと思いますね。今回のね、ことでですねももちゃんが溜まったっていうところと寮たちのね所在っていうところに関しては、まあ、自分なりの意見をね、固めといた方がいいかなというふうに、思ってますね。はい、まずですね、ももちゃんが溜まったっていうふうに、リナたちが言っていたんですけど、リナたちは今回ですね退場してしまうわけですね。でなので、またね6個に分裂したりっていうのはね無理なんですよね。もう1人だけ増やせそうみたいなことを、ニュアンスとしては言っていたんですけど、容量としてはあと1人ぐらいしか増やせないっていうことになってしまいます。で、寮たちの所在はどこにあったのかなっていうことなんですね。僕的には、リンの中にあると思っていたんですけど、今回のね、ももちゃんの描写があったことでもしかしたらリナ側の中にあったんじゃないかなというふうに、思いますね。なんというかリナの中の誰か一人はそのリクたち、リョウたちの事情を知ってたんじゃないかなとちょっとね思ったりするんですよね。リナムがね若葉を睨んでいたところらへんがね、そんな描写があったので、ですので、自分の中ではおそらく、ももちゃん の力で、保存されていて、で記憶の歯も、まあ、もしかしたら、まあ、リナたちが持っている記憶の歯みたいなもの、記憶の歯ではなくリナたちが持っている何かの本体の歯みたいなものか、この遺灰みたいなね、ものの中に、実は記録されていたんじゃないかなというふうに思いますね。ここでね見送るシーンにですね、この遺灰を持ってきたのもねちょっとね個人的にはねちょっとジンとしたんですけど、これってその姉妹みんなで見送ってるってことですよね。つまりねわざわざ出してきてるんで、それも良かったんですけど、でこうなってくるともうリナは退場してリツも退場して、リン以外の姉妹が全員退場するっていうことになるとですね、もしかしたら、この部分にリョウたちもいてですね、最後に、全ての姉妹がこう終わることによって統合してですね、で最後ももちゃんがもう一人増やせそうって言ってるところで、
そのリン以外のすべてが混ざった姉妹みたいなのができてですね、で白と一緒にね追ってくるみたいな形になる可能性はあるなというふうにちょっと思ったりはしますね。まあその場合はまあリナとリツは消えてしまうような感じになるかもしれないんですけど、一応自分の中ではそんなような推理を立てています。はい、まあ、わかんないんですけどね。でもまあまあ、ね、次回いろいろ明らかになってしまったら、わからないところなんで、今ね、やっとかないといけないなということなんで、初見のね、方もね、今のうちにやっといた方がいいですよってね、何様かわからへんことを言っていますね。あとですね、赤い木に対してね、見る分には悪くない、聞く分には悪くないって言ってるんですよね。悪くないってね、言われる赤い木はでもね、なんとなく悪者と我々は思ってたんですけど、やっぱり本当に悪くないのかもしれんなっていうふうに、思っていますね。他のね、陸とかですね、涼とかね、緑とかもですね、赤い木をね、悪者とは思ってないんですよね。戦っても勝てないやろうとかね、逆に一旦ちゃんと戦ってみたいなとか、そういうふうに言ってるんですけどね。やっぱ赤い木に対してね、何かちょっとね、やっぱりね、姉妹に近い何かつながりがあるんじゃないかなというふうに思いますね。色も近いですね。はい、まあこの辺はまだわからないですね。で、これも一応ねしとこうと思ったんですけど、これ多分ねもっとね早い段階でねやってる人はやってると思うんですけど、毒を使う虫はいなかったのか。今回ですね、リツがですね、まあ若葉くんは、毒じゃなくて薬だったんじゃないかなっていうふうなことをね、言ってますよね。でまあ、薬に関してはですね、まあ、深く言及しないんですけど、そういえばここで毒についてですね、まあ話がね収まったので、一応この毒の件はここで、まあ、オチがついたっていうことになると思うんですよ。で だとしたら毒を持つ虫っていなかったのかなっていうふうに思うんですけど、ちょっと見返してみたら、結論から言うと僕はおそらく毒を持つ虫はすでに出ていたんじゃないかなというふうに思います。まあこれ別に何なんでしょうね、もっと早い段階でね言ってる人はね多分めちゃくちゃいると思うんですけど、僕のあくまでもね仮説なんですよね。まあもしかしたらね次週出てくる可能性はあるんですけど、多分ね毒の話ここでねオチがついたのでもう出てこないと思ってですね、自分のね考察を言うとですね、この1話に出てきたこいつが毒を使う虫やったんじゃないかなと、個人的には思ってます。これねご意見いろいろあると思うんですけどね。こいつのね動きを見るとですね、リナを取り込んで、ワープした後にですね、このリナですね眠ってしまってるんですよ。意識を失って動けなくなってしまってるんですよ。だから殺傷能力はない虫なんですよね。毒で相手を弱らせてですね、後で、倒してしまおうと、思っているタイプの、虫やったんじゃないかなというふうに思いますね。その子のリナたちもですね、まさか食べようと思ってたのがね逆に食べられるなんてなってね言ってるんで、このタイプの虫に会ったのは初めてのはずなんですよ。そんなわけでですね、もう自分の中では毒がで、を使う虫はですねもう出ていたという、風にね予測を立ててます。はい、虫が死んだ後でもですね、その効果をね持続すると、そんな感じですね。はい、でしばらく動けない状態に、なっています。でですね、だからですね多分我々はなんかリンがなんか赤くなってて、全くこの子全然毒のこと分かってへんなーって言ってですね、可愛らしいなーみたいなことですね、2話らへんからねずっとね思っていたんですけどね、肝心の毒を持つね赤虫はもうとっくに出ていたんだよっていう、このね翻弄された感はね個人的にはですね、なんか一本取られたみたいな感じでですね、この自分のなんていうか予想は結構好きだったんですけど、皆さんのね、ご意見ねいただけたらとね、ちょっとね思いますね。はい、そんなわけでですね、一応ね、まあクライマックス前にね考察しておかなきゃいけないことは、こんなぐらいかなというふうに思ったので、はい、あとはですね、まあ、考察リストをね、埋めてですねクライマックスにね、まあ、向かいたいなというふうに、思っています。はい、じゃあまあね順番にね、行くんですけど、まあ今更ですね新しく示すことは、ちょっとないんですね。
まあ11話でいろいろつながるんやとしたらまた1話からね見返そうと思うんで、次回めちゃくちゃ長い考察動画になる可能性はねあるんですけどねそこはね、まあちょっとね堪忍してくださいという感じに、なっていますね。今回は十島のね様子がね描かれてですね、不思議な建物が出てきました。エンディングの建物やったんでねやっぱりどうなるのかなっていうのが気になりますね。はい。で姉妹は目覚めた順だったとね、まあねなんかね量がね確かにこれこの人長女なんて思ったけど目が覚めるの早かったんでしょうね。でリナについても、自分的にはね目が覚めた順なんじゃないかなというふうに、思っています。はい。でリチさんはやっぱりね、守りに入ったからねああなんですけど攻撃に回るとね恐ろしく強いということが、分かりましたね。怖いリツをね見ることはね最後までなくてねよかったなと思っています。あとですね、まあ個人的なとこなんですけど、若はこれねおそらくね能力強化されてますね。あの緑とか薄色を食べたせいかもしれないんですけど、前方のなんか障害物にですね、凛と同じタイミングで気づいてるんですよね。凛の方が多少その目は良かったはずなんですけど能力値が上がってるなっていう風な感じのですね、前回もちょっと触れたんですけど、やっぱりねちょっとね能力がちょっと高まってる気は、しています。まあちょっとね分かんないんですけどね。はい。そんなわけでですね、大体は、新しい情報というよりは、まあ次回を待てっていう、感じの、内容になってますね。でまあ、新しいね煙草がね出てきたので、それに関してはですね、あちょっとね項目増やすの忘れてましたね。最後なんか浮遊してる煙草ですね、青緑色の煙草をね後でねちょっとリストに載せておこうかなというふうに、思っています。はい。で最後のね記憶の母からの視点ですよね。やっぱりちょっとね気になるのはですね、まあ若葉は解除できたっていうことでやっぱり権限があったのは若葉なんですよね。だから若葉は明らかにこうキーパーソンだったと、いうことになります。で映像が映ったんですけどやっぱり横長の映像個人的にはちょっとね気になりますね。なんかどれ視点なんやろうっていう、その最初の一視点なんじゃなくて記憶の歯ってなんか最初の人のを映していた白虫たちの記録なんじゃないかなっていう可能性もね、あったりするんですよね。これが最初の人やとしたらね、その人が映ってるのって若干ね違和感をね感じるんで、だとするとまあちょっと、別の考え方も出てくるかなということでちょっとわからないんですけど、あとちょっと思ったのがなんとなくこう色がないように見えるんですよね。これはまあ映し方のせいなのかもしれないんですけど、色がなさそうに見えて植物っぽいね煙草以外の植物っぽいのが見えると。で真っ白な世界ということでですね、うん、色をもたらしたのがこの人なのかもしれないなと、思ったりはするし、やっぱりねここら辺はまだいろいろね、仮説に過ぎないことがいっぱいありますね。ただポイントとしてはですねお勉強しているのの後もですね早く大人にならなくっちゃねっていうセリフですよね。うん、大人っていう言葉あんまり意識されてなかったんですけど、今回大人っていう言葉が出てきたんでなんかそれが、キーになってくるような、気はちょっとねするんですけど、まあとにかく、まあね心をね落ち着かせてですね、クライマックスをね待ちたいなと思います。はい。 いや結構ね、すごい、アニメに出会えたなという気分になってきますね。はい。書いたメンバーもね随分ね賑やかに、なりましたね。はい。はい。そんなわけですね、まあコメントですねいろいろねありがとうございます。僕よりもね全然詳しかったりだとか、それこそ考察ね班のね人みたいな人のね、コメントによってですねなんか見ていてもですねすごいね楽しませていただいてますしね、で、自分はこうは思わへんかったよとかこの部分をこうやでとかいうね、いろいろなねコメントによってですねなんか自分がね、ただ考察してるだけよりもね数倍ね楽しませて、ここまでねもらってますね。はい。ありがとうございます。はい。でさあ、皆さんね覚悟はいいでしょうか。ここまでねしっかりね描いていただいてるんでね、なんていうかねまあハッピーエンドがねまあ正直ねまだちょっとね見えないんですけど、まあ
まあ、ある意味バッドエンドになったとしても絶対納得いく結末を与えてくれるやろうなと、ね、個人的には思っているので、ね、覚悟を、ね、決めて、ね、向かいたいと思いますので、はい、次回ねまた会いましたらよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。